ジャパンケーブルキャスト株式会社は日本全国のケーブルテレビ局向けにデジタルテレビ放送の専門チャンネルを供給する有料放送管理事業者であるスカパー j サット横浜衛星管制センターに設置された JC ヒット用のパラボラアンテナ統計124度通信衛星の JCSAT-4A を利用した専用衛星回線を通じて 日本全国のケーブルテレビ局へ各種専門チャンネルを配信する有料放送管理サービス j c h ッツを運営している。また各地のケーブルテレビ局のコミュニティチャンネル向けのデータ放送アプリケーションサービス JC データの提供も行っている。このほか2015年9月末までは PPV サービスエラを展開していた。設立時は 戦術の衛星を保有する JESAT 株式会社の100%子会社であったが2006年3月31日付で投資会社の株式会社ソゾ工房が中心となって設立した株式会社ソゾ工房インタラクティブに全株が譲渡された2009年4月1日よりソネットを運営するソネットエンタテインメントと提携してケーブル AD コネクションという 新たな事業を共同で展開している。これはソネットと JC 筆の導入局双方のコミュニティチャンネルの広告枠で一括した広告展開を行うというものである。また同時にケーブルテレビ向けの専用チャンネルとして無料の総合編成チャンネルチャンネル700の配信を開始している。2009年8月1日より HD チャンネルを含む 光回線ネットワークサービスを東京都大阪府の一部のケーブルテレビ局において開始。その後、翌2010年4月からは福井県、島根県、広島県、福岡県のケーブルテレビ局にも対象を拡大。同年11月に全国機関ネットワーク用の光回線の手配を完了し、翌2011年4月に全国で衛星配信から 光回線による地上配信に完全移行した。2017年10月10日、株式会社ブロードバンドタワーが株式の50.4%を取得し、ジャパンケーブルキャストはブロードバンドタワーの連結子会社となった。2018年10月3日、沖縄ケーブルネットワーク株式会社を完全公会社化した。都道府県ごとに50音順に列挙した。 2021年2月現在、主に500番台で HD チャンネル、700番台で SD チャンネル、400番台で 4K チャンネルを配信している。一部の例外を除いて、各チャンネルの下2桁の番号は HDSD4K の3種類ともに共通である。自主放送用のチャンネルは700番台に割り当てられており、ケーブルテレビ局ごとに、使用の有無、番号、 チャンネル名、放送内容は異なる。また800番台は公営競技、900番台は成人向けのチャンネルである。各ケーブルテレビ局で実際に配信しているチャンネルについては JC 筆を導入しているケーブルテレビ局一覧で列挙している各記事を参照のこと。ありがとうございます。